スコリトス成根化石とは、生物そのものではなく、生物の活動の痕跡が地層中に残されたものを指す。国際動物命名規約において、生コン化石にも生コン化石、タクソンとして名が付けられる。化石とは、一般的には、過去の生物の痕跡が岩石等に残されたものを指すが、生物の体そのものではなく、生物が活動した痕跡、例えば足跡や、 接触の後、糞などが化石として発見される場合がある。これを生根化石という。また、生物の化石であっても、その上に、生物の活動の跡が残ったものは、生根化石でもあり、例えば他の動物の髪跡のある化石はその生物の化石であるとともに捕食者の生根化石である。生物本体の化石に比べると、地味であり、 面白みもないように思われるが、化石本体がその形を伝える一方で、活動の様子を復元するのが困難なのに対して、生根化石はそれを補うものである。形態だけでは理解困難な構造が、生根化石との比較でその役割が明らかになる場合も、ままある。ラシファイクス、例えば、恐竜がどのような活動をしていたかについては、多くの論がある。 かつては大型恐竜は体重を支えるために半水中生活であったとの説があったが陸上を活発に活動したと判断できる足跡化石の発見は大きな影響を与えた。また生物体の化石はそこにその生物がいた証拠とは必ずしも見なせない。死んで運ばれてきたものが化石になる場合は珍しくないからである。しかし生ン化石は 確実にその生物がそこで活動していたことの証拠となる。ただし、現在では、プレートの移動が知られているから、ナマコン化石の発見場所が過去にもその地点であったとは言い切れない。また、ナマコンから当時の環境や地層の性質そのものがわかる場合もある。例えば、可視眼球と考えられていたところで、先行性の2枚以外の化石が見つかったことで、 海岸段丘であったことが判明した例、終局によって上下関係が不明になっていた地層で多毛類の生還が発見されたことでその出口側が上と判断できた例などをいじりは挙げている。生根化石は生物本体ではないためその正体の判断が難しい。それを作った本体と込みで化石になっていれば簡単であるがそのような例は少ない。 どうしても現在の生物における活動の痕跡と比較をして、それを頼りに当時の生物症と引き比べて判断するといった方法に頼らざるを得ない。過ちが生じるのは半ばやもう得ないところである。現在の生物の活動の痕跡を調べるのは判断の上では重要である。現在の生物に関する知識は当然ながら生物学者の活動範囲に含まれる。 しかし、古生物学者にとって必要な知識が、生物学者にとっては、さほど重要とは見えない場合も、ままある。例えば、泥の中のミミズの巣穴の形を詳しく調べる、カニの巣穴の表面の模様を探す、といったことまで考える、生物学者は少ない。そのような知識を得るために、干潟のカニの巣穴に石膏を流し込み、巣穴の形を写し取るなどの研究手段も取られる、ことがある。 代表的な生根化石としては、以下のようなものがある。中国北部の8億4000万年前の地層から、全中類、北オーストラリアの8億年前の地層から、関係動物と思われる、先行生物の生根化石が見つかっている。動物命名報告最新議会、野田第一西川照明、江戸、国際動物命名規約第4版日本語版200、2005、 ISBN4 から990万2719から0から4、池谷線の北里博士著、地球生物学地球と生命の進化、東京大学出版会2004年96ページ。ありがとうございます。